心をすらにすると見えるものから、自分の心に身をかぬけることを。多くの人が呑言期を望んでいますが、実際にこれを目指して努力する人は少ないです。定期的な運動と仕事の制御、新しい仕事や趣味を持つことも成就に役立ちます。しかし何よりも重要なのは、自分の心が望むように行動することです。ネガティブな感情やストレスをためず、その時その時で解放し、ポジティブな考えに集中すれば、体をせいなねしく元気にとつことができます。余裕を持って休憩する時間も必要です。疲れた体を回復するには、心地よい気持ちで休むことが最善です。自分の心が何を望んでいるか、静かに身を歯抜けて聞くことをおすすめします。